やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。熱愛報道があった乃木坂の星野みなみさんの今後について占おうと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしてます。ぜひチェックお願いいたします。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄と、あと、今の受付状況については Twitter に書いてありますので、よく読んでお申し込みくださいませ。はい、ということで、星野みなみさん。内容はいいか、別に。果物の卸の会社の息子さんだっけ？詳しくはよくわかんないけど、とりあえず占うわ。はい。で、これ占う、ちょっと直前に、本当に知らなすぎたから、あと誕生日調べるついでに、なんか記事がちらっと出てきたのは文春オンラインで、熱愛報道後もまだ交際を続けているみたいなのと、前々から何、卒業したいって言ってたんですかね。そんなことが書いてあって、その辺をちょっとね、続けるのか、ね、卒業しちゃうのか、ちょっとこの辺、仕事を見てみようと思います。まず、性格。現在数と未来数が8。だから、時系列で書くと、過去が6で、現在が8、未来も8だから、8になろうとしてんだよね、未来。で、現在と未来が同じ人は、今現在、8の初心者みたいなことを言われます。8目指してるんだけど苦手意識、8に対して苦手意識があるみたいな感じかな。だから6の方が今強いと思います。6はね、過去数。愛で人を導く人です。愛情の人ですね。母性とか愛情とか、調和とか、周りとの調和、調整を図る平和な優しい、困ってる人がいたら放っておけない人です。で、この8、目指しているものは、白黒つけたい、はっきりした社長気質ですね。社長的な、社長気質を目指してるんだな。駆け抜ける戦士。なので、人生多分、後半に行けば行くほど、パワフルになってくると思う。あと、ね、偶数しか登場しないから、自分がっていうよりは他者との関係性とかを軸に生きてるかな。あとは超現実的だと思う。6も8もこう実務的な現実的なカチッとした性格ですね。真面目だと思います。とても曲がったことは嫌い。真面目一直線みたいな、うん、ストレートな感じかな。カチッカチッってして真面目だと思う。うん。はい。カバラス秘術の性格はそんな感じで。じゃあ仕事運、あと彼とのご縁、今期この辺見ていこうと思います。なんか、この9月末あたり、丸々みなみさん、峯岸みなみさん、他にもう一人いなかったっけ？みなみさん3人くらい報道されて、次のみなみさんは誰だみたいな感じになったよね。3人だっけ？ 2 人だっけ？なんかね、みなみさんだらけなしと。よいしょ。では、今後の仕事運、どうでしょうか。これは、乃木坂としてだね。ちょ、カメラがごめんね。徐々にこうずれていく。よいしょ。はい。ズバッと出ました。現在にタワーが出たね。まあ、報道されたからね。何かしらの、なんか、ショッキングな、カードが出るかなと思ったら、思いのほか大きめの、思いのほかっていうか、一番大きなショッキングなカードが出たけど、過去力だからめっちゃたくましく目標を持って、正しい方向に力発揮してきたんだけど、まあ、このタワーは今回の報道だろうね。でもなんか彼女にとっては、その背景にあることがいいことなの。悪循環から、なんかこう解放されたとか、さっきの文春オンラインでなんか卒業したいって言ってたって言って、書いてあったって言ったじゃん。それ出てるのね。なんか違う世界に飛び出したいみたいなのが出てるんですよ。彼女の立場のところに。なんかもう過去の古いものはこう捨て去って、生まれ変わって、全く違う自分になりたい、違う世界に行きたいみたいなのが出てるから、彼女にとって今回の報道は、悪循環を断ち切るむしろいいものだったんだろうなって思った。気持ちもなんかね、顕在意識世界のカード出てるし、なんか満足げだよね。なんか仕事ね、グループとしては大打撃だけどタワーが出るほどだから。だけど彼女自身としては、なんか今回の報道で悲しんでいるとか、
悲しんでいるはないか。むしろなんかスッキリしているとか満足感すら感じる。で、仕事でしょ？ 2、3 ヶ月の釣り人の逆なので、こう頑張っても報われない。何をしても無駄に終わってしまう時期が訪れ、周りを取り巻く環境も審判の逆。これ決意できないとか。ああ、どうかなぁ。これ、実際もうやめたいって言ってるのかもね。このね、タワーとかさ、フールとか見ると、もうやめたいんですって本気で言ってるんだけど、まあ、その、事務所、グループとしては、いや、それは、っていう決めかねてる。それはできないかな、みたいな。やめてもらうと、やめられると困るんだけど、みたいな感じで、こう、迷いが見えるよね。で、恐れとか願望とかね、こうなってほしいわ、恋人。だから、願望、結婚したいのかな、もうやめて。もうやめて結婚しちゃいたいみたいな感じかもしれないけど、完全にやめるみたいなカードは将来には出てないの。むしろやめるなら今なんだよ。今、現在、このプラスマイナス1ヶ月くらいの間に卒業しますとかやめますっていう話が出ないのであれば、ダラダラダラってやめないで、で、最終的にどうなるかというと、孤立するかなみたいな感じ。信頼を失って孤立してみたいな。そんな感じかな。でも、悪い結果が出たんだけど、対策注意点、太陽なので、まあ、彼女にとっては別に、仕事があんまりうまくいかなくても、全然平気っすみたいな、そんな明るささえ感じる。全体的に感じたのは、すごい好きなんだろうな。もうやめて結婚したい。ことぶき大社的な、ことをしたいって、それに、そういうことを言い続けて、孤立しようが私は平気よ、みたいな。そんな感じかな。はい。じゃあ、彼とのご縁はどうかしら。こっちが星野さんで、こっちが彼。もう今日はなんか、カメラがどんどんそっち向きたがっちゃって。よいしょ。お。はい、ズバッと出ました。結婚するんじゃないかな。結婚しそうな気がする。でも、縁としては良くないの。なんだと思って。縁としてよく、そう、縁が良い悪いと結婚するしないは別なんだよね。これが不思議なことに。ご縁に恋人の逆が出たってことはよ。出たってことはですわよ。どっちかがね、そのうち、二股するとか。浮気しちゃうとか、結ばれない。結ばれても別れちゃうとか、あんまりご縁としては良くないの。でも、二人の気持ちが強いんだよ、今から将来にかけて。彼もね、過去欲しい、もう過去から憧れて、今も女強子なんだ、今は。なんか彼女の強さ、したたかさみたいなのを感じていて、将来もね、戦車を背景に悪魔の逆だから、これとてもいいでしょ？で、彼女の方が、星野さんの方は、まあ、過去に、これスクープか、それとは別の、喧嘩なり何かはあったけど、今は死神の逆だから、こう悪循環から解放されてるし、将来、まあ、不安は抱えながらだけど、なんか世界のカード出たから、もう結婚するかなと思って。でも、ご縁としてはあんまりかなっていう感じだけど、対策注意点、いいんじゃ。思慮深く。細く長く続くようにね。なんか思慮深さとか思いやりの気持ちを大事にねっていうカードですね。ご縁は良くないカードが出たのに結婚しそうなパターンかなみたいな。じゃあ、今期はいつなのか。なんかこのままだと、もう、すぐしそうな感じがどっちにも出ちゃったけど。星野さんなんか仕事とかグループになんか何も未練がなさそうだね。はい、ズバッと出ました。今年あり得るよ。今年ってあと、今、自分で言いながらさ、あと1ヶ月半しかないじゃんって思いながら、1ヶ月半じゃないか、2ヶ月半か。
2ヶ月半じゃんって思いながらさ、今年に世界のカードが出たから、今年やるなと思って、でもそれを逃すとなんかダラダラ悪い気がして、次に良さそうなのが、ちょっと先になるのね。次に一番強そうなのが、何年後よこれ。21でしょ ?22、23、24、25、26、27、28年、2028年がめっちゃ強いカード。でもこの辺ずっといいけどね、2025から28。だから今年いきなり電撃結婚するか、じゃなかったら、2025年か5、6、7、8のどっかかな。気になるのはね、でも、タワーの逆がキーカードとなって出てるんだよ。関係の清算、必要とされる崩壊。ここで、考えられるとしたら、ここで今の彼と結婚、電撃、超早い結婚をして、あまりうまくいかないか、今の彼と破壊というか崩壊、別れた後の別の人との、もうちょっと後の結婚か、どっちかかなっていう感じがする。はい。そんな感じでございますけれども、全体的に、でも、なんか、わかりやすい感じの結果だった。うん、自分的になんか、もやもやがあんまりなかった、かな。8位なだけあってね、白黒はっきりつけたいだけあって、こう、結果もなんかわかりやすい感じだった。パリッと出た感じです。はい、以上になります。じゃんけんいきます。たまーきじゃんけん。じゃんけんぽい。パンなので、チョキの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。